文字入力をする場合、画面上から文字入力を行う場所をタップします。すると画面の下側にキーボードが表示されます。このキーボードは標準設定で、一般的なパソコンのキーボードと同じように扱えるローマ字入力となっています。左下のあ、A、1のキーをタップすることで、順にローマ字入力、英語入力、数字入力へと切り替わります。音声入力を行う場合には、文字入力画面右横にあるマイクのマークをタップしてください。またはスクリーンキーボード上にあるマイクキーをタップすることでも音声入力が行えます。お話しくださいの表示中に音声入力を行ってください。例えば富士山。このように音声で簡単に入力が行えます。